ネコブカビルイ、ネコブカビルイ、もしくはは、寄生性の原生生物の一群である。アブラナカ等の農作物の植物を宿主に持つものがあり、従って農業的に重要な病原体でもある。かつては変形菌に近縁と考えられた。ネコブカビルイは細胞内寄生性の真核生物である。その栄養体は多角体で不定型である。宿主は主として、 陸上植物であるが、一部のものはストラメノパイルである、節なしミドロや水カビ類に寄生る。この生物が寄生すると、病創となった組織が被害したり、異常な細胞分裂を起こしたりすることがある。ネコブカビの名も代表種である、プラスモディオファーブラシッキーが感染した植物の根にこぶ作ることに由来する。P ブラシッキーのように農作物に感染するものは、 植物病原体として扱われる。また、植物のウイルスの電波を仲介することが知られている。ネコブカビルインの細胞形態には、アメーバ型の栄養体、変形体、運動性を持たない、休眠放射体、弁毛を持つ、有層細胞、有層子の3型がある。これらは口述する生活感を経る過程で互いに、遷移する。宿主細胞内に侵入した細胞は、 栄養体となる。栄養体は多角体で、細胞壁のないアメーバ型であり、内部に原形質流動が見られることから、変形体とも呼ばれる。ただし、積極的な移動は行わず、食作用も見られないなど、変形菌のそれとはかなり異なるものである。猫カビ類の多くについて、変形体はさらに2種類に分けられることが知られている。一つは一時変形体。 プライマリープラスモディウムあるいは放射変形体、スプランエルプラスモディウムと言われもので、これは、有送子能体形成を経て、白膜の有送子、二次有送子を作る。もう一つは二次変形体、セッキンデリープラスモディウムあるいは、スポージェニックプラスモディウムと言われ、これは、休眠胞子体、ソーリスを経て、鉱壁の休眠胞子を形成する。いずれの変形体でも、 体細胞分裂が行われるが、これには中心粒が関与していると考えられている。核分裂は核膜内部で行われ、核膜残存型、核膜内に防水体が形成される。染色体は核固定の周りに円周状に配置する。この際、核固定は両極に向けて長く伸びるため、これを側面から観察すると、 各固定と染色体の列が十字をなすように見える。このような核分裂の型を十字型、クルーセフォーム核分裂という。なお、これらの変形体がそれぞれ有層子や、休眠胞子を生じる際の分裂では、十字型、核分裂は見られない。有層子は、宿主細胞に侵入すると、単核のアメーバ状となり、これは数個に分裂した後、 多角の変形体へと成長を始める。一次変形体は互いに融合する例が観察されている。普通は宿主細胞内で一杯に成長した後、細かく断裂して、それぞれが郵送子となる。あるものではそれらの細胞は、一旦まとまって郵送子脳体となり、ここから二次郵送子を放出する。二次変形体も見かけは一次変形体とよく似ているが、 成熟すると、宿主細胞内に多数の休眠法師を形成する点が異なる。この時、それぞれの群で独特な形の休眠法師体が作られる。この休眠法師体は属を分ける分類形質でもある。口述。休眠法師、レスティングスプアは、宿主細胞が崩壊することで放出され、発芽して一時有層子を放出し、これが宿主に感染する。 休眠法子の細胞兵器は主としてキチン質である。休眠法子は数年間は休眠状態で生存することが知られている。また、動物の消化管を通っても生存することが知られているものもある。このため、病気植物を食べた家畜の対比が感染源となる場合がある。また、これは動物による分散の可能性をも示唆する。 有層細胞である一次有層子、二次有層子は、共には、単核で、二本の弁毛を持つ。この弁毛はいずれも無知型で、長さの異なる、不等長弁毛である。ただし、ストラメのパイルのような感情を焦げはない。これを一本を後ろに引くとの記録もあるが、現在では前に二本とみなされている。代表種である、ネコブカビ、プラスモディオファーブラシッキーの例を説明する。 ただし本種も含めて、猫深ビ類は絶対寄生菌であり、宿主細胞なしに、その生活感を全うするような培養は、成功してない。したがって、本説明も、断片的な観察をつないで推測されたものである。宿主の細胞内に存在する変形体は一時、変形体もしくは二次変形体である。一時変形体は、有送指導体を形成し、 ここから二次郵送子が放出される。二次郵送子は再び宿主細胞に感染すると二次変形体に発達し、これは休眠放子体から休眠放子を生じる。休眠放子は発芽すると一次郵送子となり、これから一次変形体を生じる。なお、二次郵送子が二次変形体を経ずに一次変形体となる経路も示唆されている。このように、 この生物の生活観では二通りの栄養体が交互に現れ、それぞれ形は似ているがやや異なった胞子を形成する。このことから世代交代が行われていて、核層の交代も起こっているのではないかとの予想が成り立つ。しかし、これについては確実な証拠はない。具体的には、シナプトネマ構造、シナプトナマルコンプレックスが二次変形体から、 休民奉仕がなされる前に発見されている。これは、減数分裂を示唆するものと考えられている。他方、一時変形体ではこれは見つかっていない。したがって、休民奉仕は、減数分裂によって形成され、この奉仕が単層なのであると考えられている。しかし、接合と核融合についてはほとんどわかっていない。二次有送子の接合が観察された例はあるが、 核の融合は確認されておらず、その生活感との関連も明らかではない。一時郵送お及び二次郵送子は宿主に接触すると、非納し、その内部に、老と呼ばれる感情の空洞が生じる。これは宿主細胞に向けて伸び、その先端は宿主細胞に向けて突出し、ここにスタッチェルと呼ばれる針状の構造ができる。その先端が膨らみ、針が押し込まれて、 宿主の細胞壁を破壊すると、原形質が細胞に侵入を始める。ある例では、この侵入には1秒しか要しなかったという。猫深ビ類はすべて絶対寄生性であるが、胞子を形成する際に細胞を殺すので、特に殺傷性、ネクリトラフィックと言われる。猫深ビ類と宿主の間には、比較的明確な宿主特異性がある。この生物の分布は、 ほぼ宿主の分布に依存している。宿主になるのは、陸上のイカンタバ植物と水草、それに、卵菌類を含むストラメノパイルである。イカンタバ植物に寄生した場合、ハイパートラフあるいは、ハイパープラナと呼ばれる、異常な膨大や、細胞分裂が引き起こされ、イカンタバ組織の分断が引き起こされる。また、ネコブカビ類が寄生すると、化学形成が抑制される場合がある。 これは、花への栄養供給によって、寄生体への栄養供給が減少することを避ける、効果があるとも言われる。ネコブカビ族、プラスモディオファーアは、1877年に、キャベツのネコブ病の病原体として、ボロニーに発見された。この種、ピーブラシッキーは、他に、アブラナや大根などのアブラナ科植物の根に寄し、 根の被害と異常な枝分かれを引き起こし、次第に地上部の発育にも悪影響を及ぼす。この菌は、休眠放置で土壌中で何年も生き延びるため、根絶が難しい。また、油中の雑草や、それ以外の若干の植物にも寄生することが知られており、そこで生き延びて感染源となる可能性も指摘されている。もう一つ有名なのは、 ジャガイモの粉状相加病を引き起こすスポンゴスポラ、スプンジェスパーである。S サブターニアバル、サブターニアは、ジャガイモの他に、トマトにも寄生する。また、この菌は、ポテトモップ、トップウイルスの伝播を行うことが知られている。また、この菌は、ナス科の雑草にも寄生するため、ジャガイモを長期にわたって栽培しない場合も、この菌が、雑草上で生き延びて、ウイルスの感染源として働く。 同様に、ポリミクサ・ポラミクサは、ポラミクサベタエが、天才層ね病の病原であるビートへ蘇生、葉脈を買うウイルスを、ピーグラマニスが、小麦や、大麦の姉妹宿病ウイルスを伝播する。蒸気のように絶対寄生菌であり、純粋培養は全く行われていない。培養や保存には、宿主植物を育てて、これに感染させることが行われている。なお、 培養に関しては、宿主の組織培養を用いて培養に成功した例が若干ながらある。卵菌類に寄生するものについては、それらを分離する標準的な方法である釣り栄法により、浅の実を餌として分離培養できる。栄養体が変形菌の変形体に似た特徴があるので、かつては変形菌門に位置づけられていた。また寄生性年菌とも呼ばれ、 変形金門のもと、猫深ズナ、プラスモディオフェラーマイシッツ猫深ビメプラスモディオフラルズに分類された時期もある。この生物に、カビの名があるのも、この分類上の位置づけによる。金類の他に、不透明植物門の界に置かれる場合もあった。近年、特に2003年以降では、分子系統解析に基づきケルコゾアの中に、独立のアモンもしくは綱として置かれている。 ネコブカビ類そのものは、様々な共通の形態的特徴、すなわち共通の各分裂様式、胞子細胞壁組成、有層細胞の弁毛装置構造などを有し、よくまとまった、単系等の群であると考えられている。従属三十種ほどが知られるが、すべて一つの目にまとめ、一内種二つの都がにまとめる。種として、休眠胞子の集まる状態。 どのような形の休眠法子体を形成するかによって属の区別がなされている。例えば、猫深ビは決まった形態を取らないのが特徴であり、スポンゴスポラは内部に空洞の多いスポンジ状の構造を取る。またテトラミクサは4個ずつ、オクトミクサは8個ずつの休眠法子が塊を作る。法子自体の形態等はあまり考慮されない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。